ERズと RPA。 おはようございます、マサルです。今回は情報システム戦略の ERズと RPA について勉強していきます。情報システム戦略とは、経営戦略に基づいた情報システム全体のあるべき姿を明確にして、組織としての情報システム全体の最適化方針を決定することです。今回からは情報システム戦略を考える上で必要な知識を一緒に勉強していきます。早速今回の問題に挑戦してください。令和3年問1、 ERs を使用してデータモデリングを行う理由として適切なものはどれか。 A、 業務上でのデータのやり取りを把握し、ワークフローを明らかにする。現行業務でのデータの流れを把握し、業務遂行上の問題点を明らかにする。 U、 顧客や製品といった業務の管理対象間の関係を図示し、その業務上の意味を明らかにする。 A、 データ項目を詳細に検討し、データベースの実装方法を明らかにする。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は U、 顧客や製品といった業務の管理対象間の関係を図示し、その業務上の意味を明らかにする。こちらが正解です。それでは解説していきます。 ERs とはエンティティ・リレーションシップ・ダイアグラムの略です。データベース設計、データモデリングで使う設計手法の一つです。言葉だけだと分かりにくいので、早速図を見てみてください。ERs はエンティティという実態をリレーションシップという関係を用いて、必要な情報とその関係性を表します。具体的な例を見てみましょう。こちらは Google 社が提供する YouTube というサービスで、 YouTuber が収益を得る、このような関係を表している図です。この時、各エンティティを結ぶ線にも注目してください。矢印の方向があったり、矢印の方向がないものがありますよね。この線には意味があります。矢印がついている方は多数を表していると思ってください。つまりこのような関係になります。 Google にとって YouTube は多数展開しているサービスの一つです。 YouTube には YouTuber が多数います。 YouTuber ごとに収益は1対1の関係で個別に存在します。このように ERs ではエンティティ間の線の形でエンティティ同士の関係性を表しています。ではそれ以外の間違い選択肢も確認しておきましょう。A の選択肢は BPMN、 ビジネスプロセスモデル&ノーテーションの略です。日本語ではビジネスプロセスモデリング表記記法と言われます。選択肢にあるように、業務上のデータのやり取りを把握してワークフローを明らかにするために利用されます。例として、人事部とシステム部が入社に関する作業を行うやり取りを BPMN で表してみました。まず人事部が入社に関する手続きを行います。その後は並列処理です。システム部が PC を準備してセットアップする作業と、人事部の説明会が実行されて入社の流れが終了します。このように業務上でのデータのやり取りを図に表すことで、ワークフローを明らかにすることができています。次の選択肢 E、 こちらは DFD の説明です。 DFD はデータフローダイアグラムの略です。 DFD では業務上のデータの流れを把握して、業務遂行上の問題点を明らかにするときに使います。 DFD においては4つの記号を覚える必要があります。横長の丸がデータ処理、矢印がデータの流れ、四角がデータの始まりと終わり、日本線がデータの一時的な保管やデータベースを表します。こちらも実際の例を見てみましょう。こちらは顧客が商品の在庫を確認して購入する流れを表した図です。顧客が在庫確認を申請します。その在庫の情報は在庫管理簿によって確認されます。その結果、在庫があればレジ係に在庫情報を伝えて購入手続きに入ります。このように業務の流れを DFD で表現することができています。次の選択肢 A、 こちらはデータベースの実装方法について書かれています。データベースの実装方法はリレーショナルモデル、階層モデルなど様々ありますが、ERs はこれらのデータベースの実装方法を決めるために利用するものではないので、間違い選択肢だと判断することができます。では問題を見直しましょう。令和3年問1、 ERs を使用してデータモデリングを行う理由として適切なものはどれか。正解は U、 顧客や製品といった業務の管理対象間の関係を図示し、その業務上の意味を明らかにする。こ
こちらが正解です。それでは次の問題です。令和2年秋問い5、企業での RPA の活用方法として最も適切なものはどれか。 A. M&A といった経営層が行う重要な戦略の採択。 E. 個人の思考に合わせたサービスの提供。 U. 潜在顧客層に関する大量の顧客データからの規則性抽出。 A. 定型的な事務処理の効率化。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A. 定型的な事務処理の効率化です。それでは解説していきます。この問題は RPA についての問題でした。 RPA はロボティックプロセスオートメーションの略で、定型的な事務作業をロボットもしくはソフトウェアに処理させることで業務を自動化効率化させることです。例えば毎日決められた情報を扱うデータ入力やレポートの作成、このような定型的な事務作業を RPA を使って処理させます。 RPA は複雑な判断を伴わない作業を得意としており、人間よりも高速に正確に作業ができるため業務効率の向上が期待できます。その他間違い選択肢も確認しておきましょう。A の選択肢、経営層が行うような重要な戦略の採択。 E の選択肢、個人の思考に合わせたサービスの提供。 U の選択肢、大量の行動データからの規則性の抽出。これらは定型的な事務作業には該当しないため RPA には不向きな内容だと言えます。よって間違い選択肢です。それでは問題を見直しましょう。令和2年秋問い5、企業での RPA の活用方法として最も適切なものはどれか。正解は A. 定型的な事務処理の効率化。こちらが正解です。それではここでブレイクタイムです。試験対策としては覚える必要はありませんが、今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回は RPA について勉強しました。 RPA を導入することによって、人間がこれまで行っていた定型的な事務作業をロボットに処理させて業務を効率化させることができます。しかし RPA を導入する前に注意しなくてはならないことがあります。それはそもそものその業務プロセスは抜本的に効率化することができないのかということです。例えばいつも人間が行っていたコピペしてデータを転記する作業を RPA によって効率化したとします。もちろん RPA によって作業を効率化できているわけですが、そもそも本当にそのコピペして転記するという作業は必要なのでしょうか。もしそれ自体の作業プロセスが非効率的である場合、非効率な作業プロセスを効率化していることになります。この場合 DX で定義しているようなビジネスモデルの変革には当たりません。 RPA を導入する前にはまずは業務プロセスを見直して抜本的な見直しをすることが大切です。その中で RPA を活用するかどうかを判断する。そうすることで経済産業省が定義している本来の意味での DX を実施することができるようになります。業務プロセスの見直しをすることなく RPA を安易に導入してしまうと、悪しき業務プロセスが継続させることとなり、 DX のように変革をするという時の足かせになってしまうこともあるので注意が必要です。それでは最後に復習です。令和3年問1、 ER 図を使用してデータモデリングを行う理由として適切なものはどれか。正解は U。顧客や製品といった業務の管理対象間の関係を図示し、その業務上の意味を明らかにする。次の問題、令和2年秋問5、企業での RPA の活用方法として最も適切なものはどれか。正解は A. 定型的な事務処理の効率化。今回は ER 図と RPA について一緒に勉強しました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して、皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。